そっか、もうバイトの時間だ。急がなきゃ。ああ、この前店長にバイト辞めるって報告したし、もうみんな知ってるんだろうな。どんな接し方するんだろう。え、どうしよう、なんか優しくされちゃったりとかするのかな。おはようございます。今日もよろしく、ね、よろしくお願いします、今日も。はい。おはようございます、田中さん。おはようございます。はい、おはよう、よろしくお願いします。今日もよろしくね。うん、そういえばパンチパンダくん聞いたよ、あのバイト辞めるんでしょ。来たー、うん、みんな俺のこと興味津々。いや、あのちょっとですね、なんかあのぶっちゃけなんか時給のちょっと高めのところみたいな、うん、パンチパンダさんってそろそろバイト辞めちゃうんですか。そうなんだよね。ごめんね、伊藤さんにもちょっと事前に言っとけばよかったんだけど。てか伊藤さんには事前に言っときたかったんだよ。あ、今日がバイト最終日か。でも今日伊藤さんとバイト終わる時間一緒だったし、確認したし。行ってきます。おはようございます。あれ、あ、すいません、あの伊藤さんは今日は聞いてない。あの伊藤さんね、急に熱出しちゃったらしくて、あの今日休み、うん、ね、最後なのにね、本当に頑張ろうね、最後だけどね。じゃあいらっしゃいませー、いらっしゃいませー、あ、いらっしゃいませー。じゃあ先失礼します。あ、お疲れ、お疲れ、お疲れ、ありがとうございました。いや、今までありがとう、ありがとうね、本当に頑張って、気をつけて、ありがとう、ありがとうね、お疲れ様、お疲れ様でした。はぁ、こんなもんなのか、バイト辞めるって。なんかもうちょっとなんかもうちょっと、なんだろう、なんか、もうちょっと存在はでかいと思ってた、あのお店に。うん、あのお店への存在感はでかいと思ってた。割と普通なんやな、俺って。また新しい子入るんだろうな。新しい子は俺のことなんて知らないんだろうな。目から汗が、今日も頑張ったから、目から汗が。